皆さんこんにちは、本日は飛距離アップのトレーニング法について皆さんにご紹介させていただきます。まず飛距離アップをするためには軽いクラブをしっかりと振るということが大切になってきます。軽いものを振るといつもよりも速いスピードでスイングを振ることができます。軽いものというのはこのようにクラブを逆さに持って、振ってください。このように持ってシャフトの方、グリップエンドの方を逆にしてこのように持ちます。ここで通常のスイングで速く振ります。もう一度いきます。このように軽いものを振って速く振るという動きを体に覚え込ませます。このようにすることで自分の体が錯覚して重たいものを普通のクラブを持った時も速く振れる感覚が身につきます。これを軽いものを10回振ったら次は重たいものを10回振ります。クラブアイアンを2本用意していただき、このように2本を少しゆっくりめでスイングをします。この振りを10回行ってください。この重たいものを振るというのは筋力アップにつながります。筋力アップをして、その振った重さで体がふらつかないように下半身の安定を作ってスイングをするできるようになるまでしっかり振ります。そしたらまた軽いものを10回振る。これを1日2セット行ってみてください。なので軽いものを20回、重たいものを20回、10回ずつ分けて練習をしてみてください。このようにすると徐々に飛距離が伸びているのを感じられると思います。しっかりと練習をして飛距離アップを望んでみてください。以上で終わります。